定常経済すなわち、定常状態の経済とは一定の物理的な財産と一定の人口規模から成り立つ経済である。実際には、このような経済は時間経過において成長しない。その用語は通常特定の国の国民経済を指すが、しかしそれは一つの都市や地域、もしくは世界の経済システムについても適用しうる。初期の経済思想史において、 18世紀の古典派経済学者のアダム・スミスは経済の定常状態の概念を展開した。スミスは世界のいかなる国民経済も相場定常の終局状態に落ち着くだろうことを信じた。1970年代以降、定常状態の経済の概念は環境経済学者のハーマン・デイリーの主導の仕事をもって主に関連してきた。 経済を通した天然資源の流通の環境的な分析を含んだ、定常状態のデイリーの概念として、彼の概念は定常状態の元来の古典派の概念とは違っている。一つの他の違いは、すべての資源利用における永久の政府の制約を、化することで定常状態の経済を創設するような、直接の政治的行動をデイリーは進める。これに反して古典期の経済学者らは、 どのような経済の終局の定常の状態も、いかなる政府の干渉なしにそれ自身で展開されることを信じた。世界の環境問題の増加は定常経済の概念における広い関心を引き起こしている。定常経済の批判者たちは通常それを次のようなことをもって反対理由として挙げる定常経済の支持者たちは、一方で、これらの反対理由は非現実で誤ったままであり、 そして定常経済の必要は毎日ますます講師が高くなってきていることを主張する。定常経済は経済的停滞と混同されない。ところが定常経済は政治行動の熟考の結果として確定する。不景気は成長経済の予期できないありがたくない失敗である。定常経済に顕著に相違した関連形態の一つは脱気症性経済の概念によって形成される。 ハーマン・デイリーは、両方の資本が、その系を通じた、天然資源の流れによって維持される、物理的な富の一定の蓄積と人々の蓄積から、成り立つ一つの経済的系として、彼の定常経済の概念を定義する。第一の要素である、一定の蓄積は、古典派経済学で元来使われる、定常状態のその概念に似ている第二の要素である、天然資源の流れは、 環境経済学の学問分野でも現在用いられる一つの新しい環境学的特徴である。一定の蓄積の耐久性は両方とも最大化される。資本の蓄積の大きな耐久性は天然資源の小さな流れであり、それは蓄積の維持を必要とする同様に、持続する人口は高い平均余命を享受する人口を意味する。それ自身による何かの欲求、 低出生率と一つの等しい低死亡率によって維持される。共に有する高い持続性は全体としての形における良い環境へと移される。デイリーの定常経済の概念は人間の経済が乏しい資源と壊れやすい生態系の有限な自然環境に埋め込まれた一つの開いた部分系であるところの見通しに基づく。その経済は 入力の集団からの貴重な天然資源を引き入れ、そして一定のかつ不可逆な流れにおける出力の集団にあって無価値の廃棄物と汚染を流し出すことにより維持される。いかなる有限な非成長の刑も、それ自体どこかの時点でやはり非成長になり、そしてそれ自体可能な限り高度に定常状態において維持されるべきであろう。この見通しは、 自然環境への何らの物理的接触を表すことなしに企業と家計の間で財とサービスが終わりなく交換される一つの孤立して循環したモデルによって経済が表されるところの新古典派経済学と相反する。デイリーの定常経済の概念に向けて同感する評論家たちは2010年の初期に彼の概念は 今の時点で政治的にありそうなものの向こうに止まってはいるけれども主流派の思考に対する機会があり将来におけるその概念へ接近するような集団の行動があるとの批判を同時にした他の任意な惑星と同様に地球は有限である世界の数多くの環境問題は定常経済の概念での興味を刺激した1990年代以降多くの調査は 世界経済の分量がすでに経済成長の危機的でグローバルな限界をはるかに超えていることの証拠を与えた。環境負荷計測によれば地球の負荷容量、それは地球の人間の人口と消費水準を維持するような長期の容量であるは1995年には30%程度超えていた。2018年にはこの様子は70%程度に上昇している。 結果として人類は私たちの時代に惑星的な方と崩壊に直面している。地球の生態系における人間の活動の顕著な影響は何人かの地質学者をして現代のよう人神聖と提案する用土を築けた。以下の諸問題は世界中で多く起きている。これらの数多くの問題は研究者やその他の著作家が 経済成長の限界を指摘し、疑問するような件数の増加を促した。そして反対さえも、無限の経済成長の優勢な関連形態に、対して、世界の人口は2050年には98億人に達すると見積もられる。そしてそれ以降も増加し続ける。自動車と産業施設に由来する大気汚染は、公衆衛生を損ね、死亡率を上昇させている。 非対再生鉱物資源の備蓄は、近くから高くそして持続不可能な割合で現在、取り出されている。それらの補充の割合を超える再生資源の利用は、世界規模で生態的安定性を蝕んでいる。付随的に低下する地球の生物多様性につれ、世界規模での野生生物の生育地における人間活動の破壊的な衝撃は種の割合の減少を加速している。 何世紀にも経済学者とその他の学者は18世紀と19世紀での初期の古典派経済学から20世紀の前半に現れたところの環境的な関連までずっと天然資源の希少性と成長の限界のことを考え経済学での一つの従属する学術の学問分野としての環境経済学の位置づけのうちに発展させたアダムスミスと以降の 経済学の理論家の古典的時代での経済学者らは一方での工作に適した農地の希少性と他方での人口並びに資本の成長の間の対比への点から見て社会の一般的な発展を述べた。総生産からの収入は地主、資本家並びに労働者への順に時代、利潤並びに賃金として分配され、これら3階級は彼らの自らの分配の増大の ための努力において絶え間なく従事した。資本の蓄積は相場に、利潤率の最小化または消滅として終わるだろう。その時点において、経済は一定の人口規模と一定の資本蓄積を持った、終局の定常状態に落ち着くだろう。1970年代以降、ハーマン・デイリーは定常経済の世界の主導的な著名人であり続けてきた。彼の経歴を通して、 デイリーはその分野のいくつかの本と記事を出版した。彼はまたセンターフォーザーアドバンスメントオブザステディ、ステートエコノミーを創設するのも助力した。彼は著作の認知においていくつかの賞と番付を受けた。アメリカのデイリーの定常経済と校舎の競合する学派の大陸ヨーロッパからの反成長の二つの独立した競合する研究によれば、二つの学派の間に、 分析上の立場の相違はないただ、デイリーの官僚的、もしくはむしろ技術官僚的な上位形の管理は、フランスの政治科学者の政治ラターシュによって擁護されるような、反成長のより根底的ないし求心的な草の根民主主義の主張の訴求をもって、公平に比べれば劣る。特に定常経済と成長のジレンマの全般に関係する、いくつかの概念的並びに、 イデオロギー的相互不和が程なく存在する。次の問題が以下で考えられる。これらの問題についてのハーマン・デイリーのアブローチは、そのテキストの中で提示されている。技術は、財の生産や、その他の社会的達成での科学的方法の応用として、通常を定義される。歴史的には、労働生産性の改善ならびに生活水準の向上のために、 大いに開発して実施されてきた。経済学では、天然資源におけるその依存を考える場合に、技術の役割への関心での相違が現在存在する。技術は通常その運用のために、燃料や電気の下で開発される。生態学の観点から、新古典主義経済学と、その他の技術的楽観主義を始めない、いくつかの基礎的な物理学の教えの、 ことに要約される不同意のことを指摘されてきた。新古典的な見地から主導的な経済成長理論家でノーベル賞受賞者のロバート・ソローは産業化された書元での経済成長を基礎物理学それ、実態によって妨げるものではないことを1997年に応答することで彼の大いに批判された立場を弁護した。九百五十年代での現代的な宇宙時代の 始まり以来ずっと宇宙関連用語団体は地球上の人口型を反撃して環境的圧力を和らげるために宇宙移民のための計画を開発した。宇宙空間での特別な設計の円筒体に植民する移住者をオニールは募集した。1970年代に物理学者で宇宙活動家のジェラード系オニールは政治的な抑制へ頼ることなしに 地球上の人口型と成長の限界の問題を解決するような外空間での人類の植民地を建設する巨大な計画を開発した。オニールの見通しによると人類はできる、そして本当になすべき現状の世界の人口を何倍もこの人口の新天地において拡張して宇宙での膨大な新しい富を作り出すことを。ハーマンデリーは宇宙植民地が より成長の限界に対して厳しい代物になるだろうことを主張することで、オニールの見通しに反対した、そして従って、より手入れと訓練を持って安全と管理をすべきになるだろう。広大で回復力に富む地球での定常経済よりも。しかしながら、それにもかかわらず特定の植民地が極めて限定される、何人にもおける居住条件での 数多くの個人的な植民地は多分終わりなく増えても良いだろう。したがって、デイリーは結論付けた地球での定常状態の申し立てられた不可能性は一つの知的に貧弱な打ち上げ発射台を宇宙植民地に与えた。ありがとうございます。